東京都練馬区で女子高生の行方が分からなくなっています。意味わかんないですよ。失踪した女子高生を乗せてるらしいし、裏でヤバい奴らとも絡んでる。何なんですかあのタクシードライバー。周りの奴らに聞くしかないですね。昔から変だよあいつは。他人が嫌いで皮肉屋で。乗せたんだよ練馬の女子高生。多分のし上がるためなら殺人だってできると思う。この子が真犯人。嘘つきはあんただろ貧乏に。なんでだよ、なんでそんなこと言うんだよ。嫌だって言ったら殺す。遊びじゃねえんだよ。止めて先生。崩壊だらけですよ。ただのタクシードライバーがなんでそんなことする必要がある。映画オッドタクシーインザウッズ、どちらまで。もしかして覚えてない？